カロリーメイト、カロリーメイト、キャロリーメイトは、大塚製薬から発売されている、栄養調整食品群の商品名、登録商標第1609,035号、他である。1983年に発売された、栄養調整食品の代表的商品として、その名を知られている。大塚製薬の当時の社長であった、大塚昭彦が、バランスよく、 栄養を手軽に取るというコンセプトのもと、スコットランドの伝統的な菓子であるショートブレッドから着想を得て考案したブロックイップと、医療向けの濃厚流動食からヒントを得た缶タイプがある。先に発売されたポカリスエットと並んで、現在の同社を代表する商品にもなっている。人間の生存に不可欠な重要栄養素である、タンパク質、脂質、糖質、 十一種類のビタミン六種類のミネラル、ゼリータイプは、タンパク質、脂質、糖質、十種類のビタミン四種類のミネラルが、バンスよく含まれている。発売当初は、チーズ味のブロックと、ミルク味の缶だけの商品構成であったが、1 9 8三年十一月に、コーヒー味の缶、1 9 8四年四月に、フルーツ味のブロックを発売し、1 9九十年代に、 なると、ブロックには、チョコレート味などのバリエーションや、ゼリーなどの商品形態の種類が次第に増えていった。また、大塚製薬の佐賀栄養製品研究所より、朝食には、糖質だけでなく、5大栄養素のバランスが大事という、様々な試験結果が発表、日本臨床栄養29-1-35432007されており、 栄養バランスの重要性についての認識が一般に広まるにつれ、朝食や忙しい人の手軽な食事、夜食、非常食などの用途で親しまれている。中には低カロリー食であるとの誤解からダイエットに用いるものもいるが、商品名の通りカロリーが豊富に含まれているので、ダイエット用途には適さない。五大栄養素であるタンパク質、脂質、糖質、 ビタミンミネラルのうち前三者までがカロリー源であることを考えれば栄養バランスに優れることと低カロリーであることは絶対に両立できぬことでありカロリーメイトも当然ながら豊富なカロリーを含むパッケージデザインはポカリスエットのデザインを手掛けたライトパブリシティの代表取締役社長でグラフィックデザイナーの細谷岩尾の手によるカロリーメイトのロゴは最初は ゴシック体でデザインしてみたが、良いものにならず、ライトパブリシティのタイポグラファー、不可のタダしが書いたブラッシュスクリプト体に変えてみたとこ、良いデザインが出来上がり、それが採用された。なお、タイポグラファーのヘルムート・シュミットが関わったという情報もある。発売後は、文字の太さなど、細かな修正しか加えられていない。なお、赤い文字の部分は、含有されている。 栄養素が英語表記されている。CM や広告では、忙しい人や頑張っている人を応援する人向けの栄養補助食品としての位置づけを強調したものが多い。発売当時は広告制作プロダクション、ライトパブリシティのコピーライターで現会長の秋山、秋らがコピーと企画を担当した。CM には、大阪春、当時は読売ジャイアンツ監督が出演していたことで知られる。 他にも、伊藤厚志が登場した、若造シリーズの CM が人気を集めた。最近では、メタルギアソリッド3、絶対絶命都市参考れゆく町と彼女の歌とのコラボレーション企画として、ゲームに登場したり、24を CM で使ったり、24の DVD を1枚同梱させたパッケージも販売された。また、ウォーロックとのコラボもしている。2007年より、 荒川よしよし演じるイエローマンらの出演するミニドラマ仕立ての CM が放映。キャッチコピーはそこはもっとかないと。また、2009年からは劇団一人がイエローマンの弟として共演していた。また、2007年は、エータ2008年は森山未来、八島知人、カシーユー。2009年は劇団一人、カリナとイエローマンが共演していた。 2011年10月から新たに夢中になったら女は強い。としてサッカー日本女子代表の川澄直奈美、版画家の原田優子、牧場経営の下屋敷美香が出演。キャッチコピーは夢中の途中に。2012年12月より届け熱量をキャッチコピーとして三島ひかりが懐かしの J-POP を歌い。 エールを送るという内容のシリーズ CM が放送されている。第1弾は中島美雪きのファイトが使用された。この CM の60秒1分スペシャルバージョンが同年1月20日18時59分に TBS 系列各局で一斉に放映された。2013年4月からは第2弾としてコメコメクラブの ロマン飛行を使用した CM が放映されている。2015年4月からは、平優奈を、2016年4月からは、野村周平を起用した CM が放映。同年12月からは、村上虹郎と神の三輪を起用し、藤巻良太の3月9日を CM ソングとして採用した CM が放映。2018年4月から、 衝撃士の丸山忠久を起用したカロリーメイトゼリーのテレビ CM を放映。名前つながりで女流騎士のカロリーナステチェンスカと栄養スポンサー契約を締結。すすめカロリーナのウェブアニメも制作される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。